ただいま、ロードワークから帰ってきました。ワドツです。雪がすごくてさ、普段走ってるコースは走れねえの。普段走ってるコースが。もう雪が氷になっちゃってさ、大変だよ、本当に。だから、山手通りっていうさ、大通りがあるんだけど、大通りの方走ってきたよ。しかもあれだね、なんか3日ぐらい休んでたからさ、シルバーとか忙しくて、肺がダメになってた。本当に3日練習しないだけでこんなに体力落ちるんだと思って、ちょっと若干太ったんだよね。まあちょっと走らないとなと思って、最近その朝走ろうと思ってて。おはよう、よいこさん。おはよう。ロードワーク帰りだよ。ちょっと軽く走ってきた。だいたいね、朝起きた時に走るようにして、で、夜ジム行こうと思ってて。ジムはまあ毎日は行かないんだけど、走るのは毎日やんないダメだね。下半身はとにかくいじめ抜かないと。だからね、最近ね、だんだん分かってきたんだけど、パンチを打つ時ね、どこが一番筋肉痛になるかって、ふくらはぎとかね、右足の親指なんだよね。右のパンチ打つときにさ、すげえ太ももと、特にふくらはぎと、土踏まずとかがすごいね、筋肉痛になる。もう下半身徹底的に鍛えればさ、2分2ラウンドぐらい余裕でしょ。もう2分2ラウンド、ブンブンに振り回せるぐらい、体力つけようと思ってる。もう2分、4分後にはもう倒れてもいいわ、みたいな。4分後には俺も死んでもいいわぐらいやってやろうと思ってるね。もう打たせる隙なんか与えねえよ、本当に。全部俺のターンだよ。ずっと俺のターン。はい、俺のターン。はい、俺のターン。はい、俺のターンで終わりにしてやろうと思ってるから。見せ場なんか作らねえよ。作らせねえよ。打たせねえし。もうとにかく走って走ってウィービングしてヘッドスリップして、ガンガンにかく乱してやろうと思ってる。頭振りまくって、もうそっからの反動でフック、フック、フック。それが作戦です。もう足使って逃げさせねえから、ジャブなんか全部かいくぐってやるよ。インファイト特化型だから、インファイト特化型。やらせねえよな、お気に入りさん。和道大先生？和道先生？ドンマリーチェいらっしゃい。おはようございます。走ってきたよ。おはようございます。すごい名前だね、ドンマリーチェ。すげえ名前だ。どういう意味なの？マリーチェ、ドンマリーチェ。ドンがつくってことはやっぱボスなのかな。おはようございます。ドンマリーチ。すげえ名前だな。イタリア系なんだ。うちには外人の名前いっぱいあるからな。ルサルクさん最近来ねえな。ルサルクさん元気なんかな。最近見ないな。イタリア系なんだ、ドンマリーチェは。みんなおはよう。もうとにかく頭振る、とにかく頭振る、頭振る、頭振る。4分間とにかく頭とステップ踏みまくって、振って振って、その反動でフック、フック。左の差し合いなんかさせねえよ。全部かわしてやる、俺のウィービングで。タイソンばりにウィービングしてやろう。いや、タイソンの動画ずっと見てる。タイソンの動画ずっと見てて。でもね、なんかね、下半身がタイソンっぽくないから、下半身がタイソンみたいになってないからね、畠山さんみたいなステップになっちゃってんだよね。ファイトを楽しみにしてて。そうなんだよ。ちょっとね、タイソンはやっぱ縦っていうかね、太もものフットワークがあるから、ダメだなと思って。
太もものフットワーク鍛えないとどうしてもね、ああならないんだよね。かがみ込むね、盾ができてないの。ドルさんが言いたいのすげえわかる。要はスクワットみたいな動きが入ってないんだよ俺の。これ見るとわかるけど、なんかねちょっとカッ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 って動きなんだよね。もっと横にウィービングしないとダメだよね。もっと大きく動いてもいいかなと思って、ずっとタイソンの動画見てるよ。もうタイソンの動画狂ったように見てるよ。でもダメ、ドルさんの言う通り膝がもっと柔らかくないとダメだね。ファイト楽しみだよね。ファイト、フックを補うための多分ウィービングとブロッキングだと思うんだよね。ピーカブー確かに横のフックが弱いから、突っ込んできた時にフックで止められたら危ねえもんな。頭振るっていうことと、ピーカブーやるんだったら頭振り続けないとね。ハゲダルマ先輩はどつ、そうだね、リズム感だよね、リズム感。半身で中心を反らせばグー、了解です。グー。半身でね。ただね、やっぱりね、下半身の筋力っていうか体幹がないとね、ウィービングの角度が保てないんだよね。太ももとふくらはぎと足腰徹底的に鍛えないと、多分ね、でもね、パンチ力も増してる気がするんだよね、サンドバッグとかミット叩いてる時に、下半身がこう鍛えれば鍛えるほどね、パンチがコンパクトでもドンってこう乗る感じがあるんだよね。乗るっつうかこうドンってこう体の芯っていうか、そう手のね芯にねバンって当たるんだよね。ここバンってドンって当たったら倒れるなっていうのと、スポッて抜けちゃうとやっぱり、あ、こんなんじゃ倒れねえわとか、だんだん。でもね、 KO したことないかんな。倒しちゃうよね、やっぱ。もう KO 狙いでいくよ、今回。KO 狙いで。もう、判定とかやだもん。和田レフェリーに止めてもらうよ。和田レフェリーに。前回判定負けだからね。判定負け。今回判定ねえよ。ボディで悶絶させてやる。ボディで頭当たんなかったらボディぶち込みゃいいんだ。ボディよね。そうっすね、走ってきました。帰ってきたところっすね。ハーブさんロードワーク行って帰ってきました。朝走って夜ジム、朝走って休んで、朝走って、おー、レインボーありがとう、キューちゃんありがとう。朝走ってこう夜ジム、それがこう日課にしようかなと思って。なんかハブさんのサムネでさ、こういうサムネでさ、ボクシングめちゃめちゃコメント書いてたら、俺もう結構じわ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 ニヤニヤ笑ってたんだよね、ドルさんの枠で。くっそ面白いなと思って。もうとにかく朝走って夜ジムだな。走れる分だけ走ろう。サムネと合ってないっていうか、なんかこう調光してる時のそう、じわるんだよね。ハブさんがボクシング熱く語ってるってなんか面白いなと思って。これはハブさんの動画とかめちゃめちゃ見て、ハブさんの大ファンだから、キャラ合ってないでしょこれと思って、すげえ面白かったね。あれじゃん、ボクシング語るときはダスカマトにすれば。ムーブヘッド、ムーブヘッド、ムーブヘッド。
まあ、ダスカマとか言ってんのは正しいよな。頭振れ、頭振れって。うん。ケビン・ルーニーとか。ドン・フライは、ドン・フライじゃなくてなんだっけ？ドン、なんだっけ？ドン・キングは嫌だ。工業王。ドン・キングだっけ？なんだっけ？ドン。鴨川会長とかでもいいんじゃん。ドンキングだ、公共は。でもなんかマイク・タイソンのさ、試合とか見てるとさ、若かりし頃のドナルド・トランプが主催とかで、コミッショナーでなんかマイクパフォーマンスとかやってちょっと面白いんだよね。こんなことやってんだと思って。なんかマイク・タイソンで金儲けしようとしてる。スポンサーだったんでしょ。そう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 、トランプが出てくんの。そう、トランプが、若い頃のトランプがマイクパフォーマンスでタイソンの試合の前にね、なんか挨拶とかしてて、ちょっとじわるんだよね、あれ。儲かんのかな、ボクシングって。ボクシングは楽しいね。早くグローブ買ってもらった、グローブ試してんだよな。今日初めて使うんですよ。リスナーさん、ソソに買ってもらったグローブが届いたんで、今日はそのグローブをいじめてきますね。グローブと僕の体をいじめるっていうサディスティックなね、すげえ楽しみ。でも気持ちいいだろうな、 KO とか。自分のパンチで相手ぶっ倒れたら気持ちいいだろうな。いや、それがね、結構いいグローブっすよ。ベヌムです。ベヌムの本革のグローブなんですよ。うん、ツインズでもね、ウィニング、うん、ツインズ、ツインズとウィニングが有名だっけ。ベヌムなんですよ。ドレさんと相談して、ベヌム、タイのメーカー、総合格闘技で有名なメーカーで、しかもね、リスナーさん粋なんですよ。ソソはね、粋だからね、ここにワドーってね、やばくない？刺繍入れてくれたの。超いいでしょ。ハンドメイドだよ、ハンドメイド。ハンドメイドの本革グローブ。熱いでしょ。もうこれ、使いたくてしょうがない。16っすね。試合が16なんで、そう、16で慣れておかないとと思って16っす。でもね、なんだろう、横幅がね、16にしてはなくて、もっと横幅でかいと思ってたら、コンパクトなんだよね。すごい、14オンスぐらいに見える。え、これ16なの？とか思って、かっこいいでしょ。でもね、ジムに行った後ね、拳が痛いんだよね。パンパンに腫れるんだよね。真っ赤になって、もう赤切れするからすげえやだ。肌がガッサガサになる、拳が。多分冬場だから乾燥してるっていうのもあるだろうけど、早く試したいな。今日これ試してきます。絶対いいグローブだよ。テンション上がるっしょ。ボン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 。早く試合やりてえな。早くやりたい。早く殴らせろ。
多分 TKO になるでしょうね。展開は頭の中でだいぶシミュレートできてて、カウンターはナイス、カウンターないっすね。ガツラジにこっちから仕掛けるんで、ボディはもちろん狙いますけど、多分 TKO で止められると思う。ワダレフェリー止めんの早いから、多分一方的な試合になると思いますよ。俺の頭の中では TKO でもう和田さんが止めるっていう。で、2回目にもう1回止められて、もうラッシュかけて、そのまま KO。1回目 TKO、2回目 KO で、2回ダウンで俺の勝ち。これが俺の作戦。組んでる。頭の中でイメージしてるやつ。もう1ラウンド KO です。2ラウンドに持ってかせませんよ。2ラウンド行ってももう同じ展開にしかなんないから、攻略なんかさせないから。もうね、だんだん分かってきた。もう練習量で圧倒しちゃえば、練習とそのもう積み重ねておけば半年間もうそのラッキーパンチなんかねえっていう、もうだんだん分かってきたんで。要は前回カウンターもらったの、そのすげえ良かったと思ってて、ガードが下がるんですよ僕。フック打つときに、フックとかパンチ打つときにガードが下がるんで、そのなんか今教わってるのが、そのガードはもちろんそのつけながらフック打つのが普通だと思うんですけど、ちょっとブロッキング気味にフック打てって教わってるんですよ。これができてなかったんですよね。これができるようになったら、もうこのフックにこの至近距離でアッパーとかフック、あの無理っすよ。ウィービングで入っていって これでカウンターなんか取れっこないっすよ、うん、だからその自分が組み立てたその作戦からこういったら絶対ね無理。あとはもう自分との戦いっすね。あとは距離感だな。どこまでビタビタに入れるかだな。前回ちょっと動画確認したら前が遠かった。もっとビタビタにくっついて、相手がクリンチで逃げるしかないぐらいにしないとダメっすね。で、クリンチしてきたらもうアッパーかましちゃえばいいんだ。ショートアッパーでボカーンって顎かち上げちゃえばいい。カウンターは多分僕よく分かってないんで、多分覚えらんないと思うんすよね。カウンターはよく分かんないんだよ。インファイトでカウンターってあんのかな。
応援ありがとうございます。頑張ります。あさん、いや今回はもう乗っかって、絶対俺に乗っかって、うん、あの向こうに乗っかったらダメだよ。今回勝つの俺だから、今回勝つの俺だよ、絶対間違いないから、今回は俺に乗っかって。直樹兄さんに乗っかっても意味ねえよ。うん、慰めるのなんて嫌でしょ、気持ちよく酒飲みたいでしょ応援しててよかったって言いたいでしょ。俺に乗っかって、うん、俺は勝つよ。あんなね、試合決まってんのに骨折するバカと一緒にされたら嫌だから、うん、やる気ねえんだよ向こうは、やる気満々だから。言い訳なんかさせねえよ、骨折してたから負けたなんて。もう圧倒的に勝つから、判定もない、マットの上で這いずり回るだけですよ相手が。勝つのは僕です。乗っかってください。勝つ方に乗っかんないと気持ちよくないでしょ。風呂入ろ、風呂入って寝よ。こんにちは、大佐いらっしゃい、お疲れ様です。こんにちは、
そうです、ベノムのグローブです。リスナーさんから買ってもらったんです。ベノムのグローブですね、はい、こんにちは。ヌートリアさんいらっしゃい。ベノムですね、本革のグローブで。マジっすか。ベノムがなんかドレさんにおすすめだって教えていただいて、この前届いたんです。今日初めて使います、ジムに行って。ベノムです。ベノムいいっすか。ベノムいいっすか。あー、なんか総合格闘技ですごい人気になったらしいっすよね。うん、最高。なんか作りがめちゃめちゃ良くて、ここもちゃんとできてるし、なんかグリップのところもしっかりしてるし、通気穴がすごい多くて、フィット感が半端じゃないっすね。フィット感が、うん、超いいですよね、作り。しかも長持ちするって聞いたんで、最高っすね。あ、最高っすか、ベノム、うんうん、早く使いたいな。綿もいい感じだしですね。使ってみないと分かんないっすね。あ、決まるといい音します。あ、今日楽しみですね。もうくったくたにしてやろうと思ってるんで、使い込んで、うん、あ、よかった。そう、ベノムは絶対外れないよって言って、そう、結構その周りの配信仲間の格闘家の人たちがベノム絶賛してたんで、すごい良かったですね。刺繍に和道ってこう入れてくれたのがすごい嬉しい。マイグローブって感じがして、超粋な計らいですよね。格闘家の方なんですか。大佐は、大佐は何者なの。ボクサー、キックボクサーかな。アマの試合ですか。あ、総合格闘家なんですね。ですね、配信者の格闘技の大会があって、捨て頃っていうのがあるんですよ。あの、踊る便所太郎さんっていう人が主催をしてるんですけど、でそこの第2試合でボクシングルールで、あの、出場することが決まっていて、で、それに出ますね。あの、捨て頃っていう、捨て頃ってご存知ですかね。あの、配信者の格闘技のあれがあるんですよ。これか、これ、今、ちょっとキャプりますね。これですね。これの第2試合に出ます、僕。新木場ファーストリングで、ここに僕いるんですけど。前回負けちゃったんですよ。うん、判定負けしちゃったんで、今回絶対勝ちたいと思って気合入ってます。うん、火星方形です。そうですね、僕火星方形ですね。ブリブリの火星方形ですね。前代未聞の火星方形です、はい、ナヌーさんいらっしゃい。そうなんですよ、この前あのマッハ道場にあのお世話になって、あの憧れの桜井マッハ隼人さんお会いすることができて、超テンション上がりましたね。マジかと思って、うん、マッハさんのあの内弟子の原田さんっていうあの方にちょっと教わってきました。マスクマンはプロの方、いや、プロではないみたいですね。アマチュアの人ですね。プロは多分いないですね今回。まあ、有名な人だとレフェリーの和田さん、和田レフェリーが、リングアナが、ケロさん、田中ケロさん、うん、あ、そうなんですか。ガチ勢だ、ガチ勢大佐は、うん、全然僕はド素人っすよ。なんかこの配信者のその格闘技のイベントに出るっていうことで、ちょっとあの最近ジムに通い始めたっていうだけです。僕は全然格闘家でも何でもなくて、
そうですね、はい。ズル向け憧れる？でも年取って、ね、いいんだよ。火星方形でいいんだよ。ありのままを受け入れるのは大事でしょ。うん、火星方形だ。俺は火星方形で全然もう後悔はないよ。このまま行くよ俺は。ありのまま行くよ。ありのまま。銭湯で恥ずかしいのは若いからだよ。年取ったらね、気にしなくなるよ。火星方形いっぱいいるもん。頑張るよ。ありがとう。頑張るね。ありがとう。それは確かにね、小学生とか中学生の頃はね、火星方形恥ずかしかったけどね、逆に堂々と振る舞えばいいよ。練習は、いや、本格的ってわけじゃないですね。もう体力作りから始めないとと思ったんで、僕はそのプロの人を養成してるところとかじゃなくて、フィットネスのところに行ってます。まず基礎体力も全然できてなかったんで、フィットネスのところに行きながらって感じですね。今日はロードワークちょっと走ってきて、朝走って夜ジムに行くっていう感じの、もうでもそれでもさ、もう今月から始めたぐらいなんで、本格的ではないですね。もう本当にジャブの打ち方から教わってる感じなんで、あ、もしよかったら僕の YouTube に動画が載ってるんで、ぜひ見てもらえると嬉しいですね。チャンネル登録もしよかったら大佐お願いします。今ちょっと動画貼りますね。今動画貼るんでちょっと待ってください。よいしょ。これに前回の動画があるんで、ちょっと待ってください。これですね。これに練習内容とか全部載ってるんで、まあ全然ど素人っすよ。ど素人もう笑っちゃうと思いますよ多分。なんでこんなど素人にそんないいグローブ与えてんだって多分怒ると思いますよ。あ、フォローありがとうございます。サッチフォローありがとう。こんにちは、ネズミさん、風船ありがとう。こんにちは。グローブ最初からいいの使った方が、あ、そうっすか？そうっすね。なんか、本当は、なんかリスナーさん、僕金ないんで貧乏なんで、グローブ買えるかって言われて、いや今月ちょっと厳しいかもって言ってて、レンタルの使うわって言ってたら、いいよって。こういうのは気持ちよくトレーニングするためにいいの買えよって言ってリスナーさん買ってくれたんですよ。そう、一番高いやつ買ってくれた。これ2万ぐらいするんですよ。やっぱグローブとかで練習全然違うんですか？まあそうですよね。道具はいいもん使った方がいいよね。うん、なんかそうトレーニングやっぱいいの、自分のマイグローブとか使ってるとテンション上がるだろうって言って、あ、全然違うんですか？いや、それを試すのがもう今日超楽しみなんですよ。うん、ねえ、みんなで勝とうね。和道リスナーの応援は俺は裏切らないよ、今回は。前回みたいに悔しい思いさせないから。うん、前回負けたリベンジ。早く殴りたいっす。早くサンドバッグ叩きに行きたいっすね。うん、だからもうそわそわしますね。なんかもう子供みたいな感じですよ。おもちゃを与えられた子供みたいな。でももうつけただけでフィット感とか、そのなんて言うんだろう、作りが違うから分かるんですよね。そのあとはここの手応えっていうか、ここのインパクトがどう変わるのかっていうのが知りたいだけで、もうミラクルフィットなんですよ。ミラクルフィットですね。あとはもう皮が柔らかくなってこう馴染んでくるまでもうひたすら叩いてやろうと思って。フォーム汚いんですよ。ちょっと恥ずかしいぐらいなんですけど、ぜひぜひコメント欄とかでアドバイスください。
あの動画は僕、コメントが来たら通知が来るんで、寝る前とかにチェックするんで、ここのフォームこうした方がいいよって。コメント欄だと忘れちゃうじゃないですか。何時間も放送やってると。だから、YouTube のコメント欄だと一生残るんで、それ動画自分で見た時に、あ、こここうやってやるんだってなるんで、もしアドバイスがあれば YouTube のコメント欄に書いてください、ぜひ。こうした方がいいよとか、もっと肩入れた方がいいよとか、ぜひぜひ。早くジム行きてえな。ぜひお願いします。お、あ、トレーナーから電話来た。よいしょ。おはようございます。お疲れ。お疲れっす。あの、忘れないうちに言っとくけどさ、はい、フォームは悪くないのよ。あの、うん、ちょっとジムの名前はほら言えないけど、はい、名門に行ってるわけだから。名門なんですか、あそこ。いや、業界ですごい有名なとこだ。ちょっと言えないけどさ、はいはい、もう原田さんってやつはみんな知ってるとこだから、うちの先生も知ってるし、うん、はい、そこのコーチが教えてるのが間違いないんだけど、はい、あの、脇はすごく締まってて、はい、フォームは悪くないんだよ、はい、だからこっからコツなんだけど、はい、膝をね、いかに柔らかく使えるかなのね、はい、膝で、まあ、ポンピングっていうんだけど、はい、まあそのボディ打ち分けたり上打ち分けたり、和道がやりたいことっていうのは要は膝なんだよね。はい、そうっすね。あとはその腰がどれだけ腰で打てるかってことは、はい、その足をどうのこうのっていうじゃん、右ストレートの時はその右足のつま先を返してとか、はい、あれは何をしたいかっていうと、腰の回転、腰を回転させたいんでね。そのために足を使えっていうのは、膝が硬いと腰が回らないから手打ちになっちゃうからね、はい、だから逆に言ったら膝が柔らかくて腰さえ使えれば、はい、そんなに思いっきり打つ必要ないし、うん、まあそれは今度一緒にやった時に実践でやれば、あの、わざコツがいいから覚えられるから、はい、まあストレッチを十分やって意識して腰っていうか膝を柔らかく使ってごらん。膝を柔らかく。そうそうそう。だから今、うん、ウィービングとかできてんの。あれうまいんだけど、うん、膝が突っ張ったまま状態だけで掛け持ちしてるから、うんうん、あれだとやっぱ下からやっぱ、うん、まあそんな、相手はそんなプロじゃないとは思うけど、うん、いやでもダメだよね、絶対。要はね、膝で沈むのよ、うんうん。スクワットみたいな、もっと、なんつうんだろう、ダンスするスクワットみたいな感じでしょ？こう、まあまあ要は本当にただしゃがめばいいんだよ、うん、ベルトより下にしゃがんじゃって今ルールでダメだけどね、うん、そんなにうるさく言わないし、うん、要するにね、アッパー打つ時も、うん、それからボディ打ち分ける時も全部膝なんだよね、うん、要は、うん、でもやりがちなのがみんな横着して、うん、体だけ折って、うん、腰を折ってそのボディ打ったりしがちなんだけど、うんうん、実は膝なのよ。うん、だまあそれもほらやってみせれば、わざわざ考えからすぐできて、それを家で練習すればいいんだから、うん、家でもできるから。うん、だからちょっと見ないと分かんないね。あの、直接言わないと、口じゃ。そうだね。だ今はね、うん、俺この前のスパーリングを見てて、フォーム全然悪くなかったよ。うん、そう、うん、うん、脇すごい締まってて、脇言われてるんでしょ。脇はね、もう雑巾挟まれて、あ、軍手か、うん、軍手挟まれて落とすと腹筋っていうその罰ゲームがあるから、みんな落とさないようにね、腹筋こう締めて、うん、だから全然フォームも悪くないし、あと肩入れるっていうのはね、うん、打った時に、うん、あの、顎を肩で隠せれば、うん、ね、それが同時に攻撃と同時にブロックになるから、うん、まあでもそんな難しいこと言っても、今その先生について、うん、とにかくひたすら一生懸命強く早く打つ練習してれば、うん、体がついてくるけど、うん、本当のところはコツを言っちゃうと、膝と、うん、まあ、腰の回転ができれば膝勝手に回るんだけど、うん、まあ、腰なんだよね、全部ね。腰、膝、膝が柔らかくっていうのは、その縦にこう体を振るってこと？もちろん縦にだよ。だってボディ打ち分けるときに、上体はまっすぐのまま、膝でしゃがんで打つのが正しいんだから。うん、それをみんな横着して、手で角度つけんじゃないんだ。体を曲げて腰を折って、
て打っちゃうの。はい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 。あ、だけど本当は違うんだ。状態はそのまま膝で沈むのが正しい。へえ。だけどなかなかね、うん、特にアジア人は、うん、あの前の膝が硬いからボディ打つのあんまり上手じゃないって言われてるんだけど、メキシカンとかはそれがすごい上手いんだけど、ふんふんふん、なんで、まあ、でもそうだ、前から気になって、前から気になってたけど、なんで日本人ってこんなボクシング強いの、中軽量級。いや、定権がそういう弱い相手見つけてくるの上手いから。あ、何、そういうビジネス的な要因なの、日本人が強いのって。いや、まあまあ、あの、うん、ハント系の人身体能力高いから、うん、強い人もいるし、もともと殴り合いとか好きなんですよ。うん、え、何、半島系の人が多いの。だからテレビ局とかではもう揶揄して、うん、日本ジム対決、あの、日本人対決じゃなくて、うん、日本ジム対決って言ってる。へえ。いや、実際のとこすごい、うん、もうチャンピオンって呼ばれてる人はハーフの人とか多いんで。あ、そうなんだ。あれさ、身体能力高いから。ああ。特別に高いから。だけど日本人のチャンピオンが多く見えるのは、うん、あれはプロモーションが提携とかがね強いから、うん、お金で弱いチャンピオン連れてきちゃうから。何、じゃあ沖縄の人と半島の人でほとんど日本人チャンピオンというのは占められてるっていうのが実際のところなの。まあでも実際のとこそうじゃない。あ、そうだったんだ。総合もそうだけどプロレスもそうだけど、身体能力高いんだろう。じゃあ、いや、偶然じゃないよ。あの人たちがズルしてるとかじゃなくて、うん、身体能力が高いから、必然的にそういう人が残っちゃう。あ、そうなんだ。うん。おー。まあ別にそこは問題じゃなくて、うんうん、要は、あの、ストレッチをしっかりやるなって、やっぱりちょっとワドは体硬いところがあるから、硬い。半年あれば、あと5ヶ月あれば十分柔らかく、うん、あの、十分っていうか今よりはね、うん、柔らかくなるし、うん、ちょっとね、あの、フォームが固まっちゃう前に、うん、割と早い段階で、うん、あの、配信外でも、うん、配信内でもどっちでもいいけど、うん、やろう、ちょっと一回。やりたい、やりたい。ね。うん、ドルさんに教わりたい。膝の使い方が分かれば、もう本当にそんなに体力いらないし、うん、スタミナをね、全然使わなくていいの。まずはね、腕力があるんだ。パンチ重いんだよ、すごい。パンチの質は。うん、原田さんにも言われた、あの、マイヤンさんにも。重いんだよ、うん、重いんだけど、うん、やっぱりね、手で打ってるわけ、手の力で、うんうん、俺もそう思う。あれがね、抜いてね、腰で打てると、うん、要するにパンチの、うん、は軽くなるかもしれないけど、相手を倒せるし、スタミナが持つんだよ、うん、6連打でも、うん、7連打でも打てるのね、うん、今のだとね、やっぱりね、スタミナ切れちゃうね、今のあれだと。前段フルスイングみたいな感じだもんね。そうだね、うん、だから本当はね、あの、うん、じゃあ例えば、うん、3発4発のコンビネーションあるとするでしょ、うん、最後の1発のための3発なわけ。要はあのね、でもね、それね、ドラマーもなんかね、ちょっと話変わっちゃうんだけど、ドラムもそうなんだよね。ダブルって技があるの、その、うん、バスドラムでドドッドドッっていう、ドド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 っていう時に、うん、2発目を強く踏めっていう、そのそうじゃないって。いや、同じだと思うよ。そうそうそう。なんかね、うん、そういうことなのかな、みたいな。音楽やってんだから、うん、リズム感悪いわけがないんだよ。うん。勝手に自分でそう思ってんのよ。フォームが悪いとか鈍いとかって。俺たちから見てて全然、そんなことない。あの、もちろん、原さん遊んでくれたとはいえね。うん、もちろん分かってる。一応追い込む場面もあったんだから。うん、自信持っていいんだよ全然、うん、ただ、うん、あの打ち方だと、そうだね、逆に拮抗筋って言ってね、うん、3頭筋と2頭筋で腕の力がある分殺しちゃってるから、うん、もったいないんだよ、うん、もっと抜けばね、うん、で当たる瞬間だけ握るっていうことができると、うん、そのグローブって何オンス？これ16、ね、16買ってもらったの、そそに。それで試合すんの？16だったよ、試合は。いや、違う違う、試合はまた、あ、そうそう、向こうで用意したプロモーションが用意するやつだよね。そうそう、そうするとね、俺もこの前そうだったんだけど、やっぱり全然違うんだよね。全然違う、全然違う、びっくりする。そうなんだ。ただそれ新品だから、うん、まあ多分近い体
感触で、前回使ったやつ使えますんだと思うけど。だよね、多分。うん、まあそれ新品だからいいんだけど、実際の16って思ってるより軽いんだよ。ほう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 。俺のやつなんかもう汗吸っちゃってるから、うん、あ、多分17とか18オンスぐらいあるんじゃない。あ、重たくなっちゃってるってことか。そう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 。使い込んで。だから軽いのはいいんだけど、うん、ちょっとやっぱりね、慣れるま で、うん、で新しいグローブ買ってもらって正解だよ。嘘、なんで。それでやってると、いやだから次の試合で使うグローブも新品だから、うん、あ、そっか、かなり近い感触だから、うん、ただまあ形が違うからちょっと違うけど、うん、まあでもそこまで気にならなかったよ。最初つけた時にあちょっと違うと思ったけど、試合始まっちゃったら、うんうん、あれだったから多分大丈夫だと思う。まあ、コツなんだよ。絶対ワドは、うん、理解できるから、うん、言ってること、うん、コツつかむの早いから、うん、ただそれがさ、例えば試合の1ヶ月前とかだったらもう無理だから、うん、やっぱ早い段階で。そう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 。それとさっき放送中も言ったけどさ、うん、スパーリングやらないとやっぱダメだよ。俺もそう思う。で、わかるの、うん、ガード見えないからやりづらいっていうのが、うん、でもやっぱり試合前に壊れちゃったら意味ないし。じゃあ前回全く見えなかったんだって。ほら俺結構前かがみになるじゃん。で顎引くじゃん、極端に。だからもう上で相手見えてないんだよ、顔が。アメリカ人。いや、そうなんだけど、うん、結局ギアつけないでその寸止めみたいなことやってると、うん、避けられてるのかどうかも分かんないし、うん、食った時の衝撃を知らないと、うんうん、びっくりして倒れることがあるから、やっぱりある程度はね、うん、マスじゃなくてもう少し強めにいっとかないと、うんうんうん、やっぱりもらっちゃった時に間違ってびっくりしちゃうよ。そうだね、うん、でギアつけとけばね、そんなひどい脳震とか起こるほど殴ったりしないから、うん、ちょっとねやっぱりもらっといた方がいいんだ、うん、そうだよね、経験としてってことだよね、うん、そう、うん、プラス怖くなくなるから、うん、もらうことが。なるほど。あ、5歳もらわなきゃいいんだって。あとはもう、うん、皮膚なんだから顔なんて、うん、それをね頭じゃなくてやっぱ体で知らないと、うん、やっぱり試合の時に万が一例えば向こうのラッキーパンチが当たっちゃうと、うん、それで気持ちが萎えることあんのね、やっぱり。あ、想定もう慣れとかないダメなんだ。そうだね、やっぱりいかに実践、うん、俺だけじゃない、いろんな人と光るとかとも、うん、いかにその実践をやるかっていうことにかかってきちゃうから、うん、そうだそうだ、光くんもうジム通い始めるからスパーやりましょうって言われて、ドルさんが企画やるみたいよって言ったら、うん、ぜひぜひ一緒にやんな。じ、うん、うん、まあそうだけど、ジム光の方が体格的には近いんだから。光くん俺よりもでかいもんね、ちょっと。だからリーチ的にもあれだし、うんうん、彼はやっぱり身体能力高いから、うん、まあボクシングでやってもらうんだね、うん、彼はキックルールだけど、うん、あとはそうね、もう、うん、足ってそのミッドのそのジムってフットワークやるの、うん、フットワークやってるよ。だからなんでそんな極端にインファイトやりたがってるのって逆に言われてるぐらいだもん。あ、フットワーク使ってアウトボクシングすればいいのにって言われてるのね、うん、あ、実はそのジムではフットワーク使ってるの、そのマスとかの時、マスっていうかまあ肩触る練習とかあるんだけど、そういう時は全然足使ってるから、うん、やろうと思えばできるとは思う。いや、両方できた方がいいよ、やっぱりね、うんうん、その相手の方がリーチ長いわけだし、うん、そのやっぱりいかに相手を疲れさせて、うん、こっちは体力温存するか競争だから、うん、やっぱりインファイトばっかりだとこっちも当たるけど向こうのも当たるわけさ、うん、だからやっぱり必要に応じて足で逃げるシーンもね、うん、必要だし、うん、足はね使えた方がいいな、やっぱり、うん、今度見せる、ドレさんと練習するときに。そうだね、うん、そうだ、まあ、でもね、俺のフットワークが必ず正しいってわけじゃなくて、うん、別に和道の体に合ったフットワークができればいいんだけど、うん、言ったじゃない、この前原田さんとやったとき、ま、うん、っすぐすぎるんだよね、下がるときもまっすぐ、うん、攻撃するときもまっすぐで、うん、
あのまっすぐ下がるのやっぱり、はい、よくないんだよね。わかる、直線的だよねすごく。そうなんだよね、うん、だからまあそんなのもいいの、うん、あのできなくて当然なの最初は、うん、だ, だんだん理屈で、わざ理屈で分かるタイプだから、うん、それが分かってくれば、うん、当然あのサイドに避けたり、うん、ピポットっていうんだけど、バスケットみたいに、うん、あの前足軸後ろ足軸で、はいはい、うん、回転するの、ちょっと体入れ替えれば、そう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 、うん、あれでもいいしね、うん、あの結構センス俺いいと思ったよこの前、ずいぶん上手くなったなと思った、短期間で、今のジムがいいんだよ、うん、まあ近いうちにやろう、やりたい、とにかく、うんうん、ね、うん、で光とは何、原さんのジムでやるの、うん、いやいや原田さん分かってないと思うよ、光くん、なんか自分の前契約した、いやなんか光来るって言ってたよ、え俺分かんない全然、いや光、いやていうか光くん何も考えてないと思うよ相変わらず、いや原さんと通うって聞いてたけど、俺前のところから通うって聞いたけど、まあギリがたいからハニートラップ行くのかな、前ね、うん、そこだったから、うん、でまあそれで結果出てるからね、うん、でも原さんのところも来るって聞いてたけど、うん、いやだから企画で行くってことなんじゃないの、原田さんが次、ああ1ヶ月に1回なんか2月、うん、次2月っつってたから、うん、まあそしたら俺らで自主的にまたやろう、そうだね、うん、ね、あの4人ぐらいとかでさ、うん、あんまり大勢じゃなくて、うん、そのセコロ出る人とか出ない人関係なく、うん、まあある程度できる人、うん、光るとかね、うんうん、もうね光るとそんなに気持ちなくやれると思うよ、じゃああのね、これね自分で言うのも変なんだけど、うん、多分ねあのボクシングルールが合ってるんだと思う、そうそうそう、蹴りがないから、蹴りがあったからそうちょっと萎縮してたけど、今回ボクシングだけだったらそう、だから合ってるんだと思う単純に、まあただあいつは鬼身体能力だ、そうなんだよ、そうだけど、うん、そこそこ互角にボクシングだとやれると思うよ、どう互角かどうか分かんないけど、あのキックより合ってるなっていう感覚はある、そのうん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 、避けやすいっていうか、そのうん、なんかその足だとさボディよりも意識取られるから、そうそう、パンチだと、まあ、普通に難しいよキックの方が、だって、うん、4個あるうち色、それをブロックして使い分けなきゃいけないんだから、それは腕2本の方がね、そうそうそう、どっちが難しいっていうのもないけど、うん、あそうなんだよね、まあ、見えやすいんだよね、そのなんつうの パンチが、うん、パンチしか来ないって分かってるから、うん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 、でなんかこう俺の場合かがんでるからさ、そのボディ打ちづらいから顔面狙ってくるから絶対、そうだね、スピードとパワーってね、うん、比例しないんだよな、やっぱり速いっていうことは抜かなきゃいけないし、うん、だから本当にね倒すのは最後の一発だけでいいんだよね、うんうんうん、本当はじゃあ2は捨てて3コンボ目にフッって振り抜く感じ、そうだね、うん、そうだね、だから1、2は要は3の振りで体重踏み替えて、うんうん、シフトだからウィービングとかでさ、あのフック打つときにフックを普通に打つんじゃなくて、うん、その体重移動を意識して、うんうんうん、もうウィービングとそのなんだっけブロッキングをかぶせてその反動でいけって言われる、その時に膝が重要なの、うんうん、わかる、でシューズもほら用意しな、シューズボクシングはシューズ履くんだから、スニーカーじゃダメなの、ダメだよ、ダメだボクシングシューズっていうのがあるんだ、マジかよえこの試合のために買うの、わかんないけどスニーカー、前回スニーカーだったでしょ、ルールないのか、うん、前回スニーカーでやってたよ、いいよスニーカーで、まあボクシングシューズは全然やりやすいけどね、やりやすいっつってももう2万も3万もかけててさ、また金ないっつってリスナーさんに負担かけたくないもん俺いやそいやうカレー用が買ってくれるそれ全部いいよそういうのでもやりたい本当にドレさんと、うん、いやそんな高くないから、うんうん、じゃあ俺がまた花火飛ぶようになったら、うん、俺が買ってやっぱ試合の時絶対ボクシングシューズの方がいいよ、うん、いや全然違うから、うん、全然違う、まあいいやまあいいや、靴はいいけど、うん、膝をさとにかくね、うん、
ストレッチやってる？やってる。やってるっつっても、まあ、柔軟体操軽く試合、前と後にやってるのと、寝る前に、そのベッドに入って、屈伸で、こう、膝をぐーって伸ばすやつとかやったりとか。あと肩を重点的にやってる。そこのジムでやってるでしょ、うん、ストレッチ。いや、実質的にやってる。ストレッチは前もってやんない。教えてくんないの？教えてはくんないね。実質的にみんなやってる。なんかそう、1時間のカリキュラムをずっと回してるだけだから。だから肩入れる、肩をその入れるってわかる？肩をこう柔らかく使う方法って。肩を柔らかく、まあ、もっと言ったら肩甲骨と肩使えると、うん、パンチが5センチ、10センチ伸びるんだけど、うん、まあまだ多分そこまで習ってないんだろうな。習ってない、それは。肩が入れられるとね、すっごいパンチ伸びるんだけど。うん、ストレート？ストレート、うん。肩を入れる。ちょっとよくわかんない。うんうん。まあやってみせればすぐわかる。口で言うとあれだけど。オッケー。で今本当悪くないよ。うん、むしろ、うん、意外だったんだよ。うん、アメちゃんとやった時さ。うん、正しいウィービングじゃなかったけど、うん、言ったってひょいひょいってあれでウィービングでかわしてたんだから、うん、まあ、大したもんだよ、うん、あ、見えてたね完全に、うん、詰められてバンバンフック入れられたガードするしかなかったけど、うん、いや別にブロッキングでいいんだよそれで、うんうん、何も全部、うん、触っちゃいけないアマじゃないから触っちゃいけない競争じゃないから、うん、間に合わない時はブロッキング全然いいんだよ、うん、なんかおかしいこと何にもなかったけど、いやでも課題いっぱいあった。その突発的になんだけど、本当は左フック、うん、ウィービングから左フックからの展開しかコンビネーションをなんつうの自分の体に入れてなかったんだけど、ジャブ散らしながら回転してたから右で止めたのよ、うん、ジャブを。だからダックして右っていう展開なんだけど、それのフォローのコンビネーションができてなかったから、右の展開からのコンビネーションも作っておこうっていうのが課題1と、やっぱそうだね、やっぱり、うん、最初の頃ってワンツーでね、うん、左からだけどツーワンっていうのもあるわけ、うん、右ストレートからの返しのフックとか、うん、右、俺はこの前やったんだけどね、うん、右ボディから左フック、うん、顔面で、うん、その後今度また左ボディから右のフックとかね、うん、上下の内訳があると、うん、もう相手のディフェンスが間に合わないんだよね、うん、だ上下打ち分けられると本当に、まあ和道がいつも言ってるその左のボディアッパーから返しの左フックね、うん、あれができるとバリエーションがね、その後本当は右のストレートの返しがあるんだけど、うん、この前はほらそれやっちゃうと怪我しちゃうから相手がね、うん、俺はやんなかったけど、うん、左ボディ打って返しの左フックね、顔面、うんうん、でその勢いで返しの右ストレート、右ストレート、うん、そう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 、うん、まあそれで倒すんだけど、うん、とどめの一発は右ストレートだ。そうだね。で和道はパンチ力あるんで、うん、そのあとはその正確さってアキラシーっていうんだけど、うん、要は顎を狙えるかどうかっていうね、うん、ただもうアマチュアの場合はその顎なんて言わないで、うん、顔どこでもいいから当たれば倒れるから、うん、ワードのパンチ力だったら、うん、その顎をあんまりね狙おうってなるとやっぱり、うん、あれプロでも難しいんだよピンポイントで。そうだよね、うん、16だし、うん、まあゆっくりっていうか5ヶ月あるからまあ組み立てていこう、うん、ね、うん、今回は俺はワードの本気をすっごい認めてるから、うん、ちゃんと体にも出てるし、うん、俺がやってっていうことを全部やってそこのジムにも通ってんだから、うん、相当強くなってるから今のペース頑張んな、怪我しない。だから寒いから怪我だけね、膝痛いよね。寒いときしむね。やっぱりね体が硬くなってるから、うん、温まるまではね時間かかる。縄跳び買ったでしょ。縄跳びあるよ。本当は縄跳びやった方がいいんだけど、うん、まあいや今のメニューでさ、朝走ってさ外でやるとな、うん、膝痛いんだよね。ちょっと体重重くなってるから。そうなんだよな、うん、それがあるから膝じゃコンクリじゃないとかだったら縄跳び本当やってほしいんだけど、あれフットワークの練習だから、うん、フットワークがもう格段に良くなるからね、うん、もう何気に俺縄跳びすごい上手かった。見た？いや見たよ、ずっと止まんない。いや見てたよずっと。
俺がさ、ぴょこんぴょこん止まってんのにずっと止まんないで、スタンスタンスタンってちゃんとやってた。あれはみんなやっぱり大飛系の人はやるから、うん、まあまあそれもまた今度、ごめんね、長くなっちゃった、うん、まあ、とんでもない、うん、ほんと時間ください、頑張ってね、頑張って、うん、頑張ります、はい、はい、どれさんでした、ぷっぷくぷー、89名さんいらっしゃい、ワドツです、あ、フォローありがとう、フォローありがとうございます、うん、強い人とやるといいよ、そうっすね、もう右も左もわかんないんで全員強いんでとりあえず今あの本当に基礎練ですね、セゴロはね、直樹兄さんっていう人ですね、ツイキャスの人です、元ニコ生で大手で結構有名だったんだけど、今ツイキャスで石川紀之さんとかとコラボしてる人、直樹兄さんっていう人、うん、まあ負ける気は全然ないね今回、本当になんか誰と戦ってるかっていうのがよく分かってきたんだんだん、なんかこれ本当に面白いんだけど、手合わせした瞬間に勝つか負けるか分かるっていうのがこのなんか面白いなっていうところで、だからどこまで練習してきた勝負なんだっていうのがよく分かった、用意ドンじゃねえんだみたいな、なんか大佐さんそれありません？なんか格闘技ってあのなんかゴング鳴った瞬間っていうか一発目のパンチとかで全部なんか勝つか負けるか分かりません？俺すげえ分かるんだけど、あ勝てるなとか、あこの人には勝てるなとか、あこの人には結構この人の方が上手いなとか、なんか強さがすぐ分かるっていうか。だからまあ半年後までに。高野くんとスパーリング YouTube 見た、あれはもうど素人の時だから恥ずかしいですね、あれスパーリングじゃない喧嘩だよあれ、正面正面、ふわマスオさんいらっしゃい、うん、あれはね一番最初じゃなかったかな、高野とやったのは捨て頃前にね、高野がまだ売れてる前でずっと俺に喧嘩売ってて、でドレさんがなんかワドをぶっ飛ばしに来たとか言ってなんか言ってたから、まだ相手になってやれっつってリング上がれっつって、はいっつって、うん、懐かしいな、荒野も今じゃ売れっ子だかんね、なんかアングル正面がいいってリスナーさんの声が多かったんで正面にしました。よし、タバコ一本吸って寝よう。もう、今回前回オッズがどうだったの、今回もさ捨て頃前になるとボディが効くの、呼吸を吸ってる時、いや見てたよそれ、ドレさんの今日のネタでしょ、グラさん見てたって、俺いたよ、え違う、今日ドレさんがそれ話してたの、プロになると呼吸で吸ってる時に横隔膜を叩くと横隔膜がせり上がって呼吸ができないんだよ、それ今日のドレさんのネタでしょ、仕入れたてほやほやのネタじゃないの、だけどあの人ね、猫を腰をトントンするだけで行かせることができるとか不可視があるからね、うん、もうオナホール使ってるくせに、しかもオナホールも天下のにわかだしさ、それ知らない、ごめんごめん、小泉さんの言葉なんだ、そうなんだ、今日ちょうど今グラさんが話したことをさっき電話してたドレさんの放送で2時間ぐらい前にちょうど話してたのよ、いやプロになると呼吸を見抜いてボディを叩くんだって言ってて、あーなんか見てたのかなと思って、グラさん近かったか失礼しました、ジョー小泉さんの言葉なんだ、
タバコ吹かして沈黙のイメージがすげえ喋ってる業。いや、コメントあったら喋るんだよ。ただうちロム勢がすげえ多いから、挨拶でおはようとかだけでも結構配信者助かって、あ、何々さんおはよう、この前楽しかったねっていう枕言葉からトークが出てくるんだけど、なんかみんながぼーっと見ちゃうと、だからね、挨拶だけでもしてよって言ってて、挨拶してもらえるとさ、すげえ喋る癖っていうか展開があるから、別にコメントなくても喋れるんだけど、さすがにずーじーっと見られてる中で喋りづらいは喋りづらい。上下内訳はそうっすね、めちゃめちゃ大事っすね。ケケさんいらっしゃい。なんだろう、そのガードが下がるっていう、だんだん分かってきて、上下の内訳。俺でもあれなんですよね、実はそのストマックっていうか、ここの ここに入れるパンチが最近好きで、左ボディも練習してるんですけど、ここにぶち当てられた時超効くなっていうのが分かってきて、ボディストレートでこう、ここどうしようもないですよね。ここ狙いたいですね。うん、左、もう左ばっかりやってますよ。左ばっかりです。まあ、ジャブがうるさい時とかは右ボディから入ってわざとガード下げて、あの封印するっていうのも やるんですけど、左ボディはまだ対人でうまくこうできたことないですね。なんかその斜めにやっぱり体格が向いてるから、結構深く踏み込まないダメなんだと思って、まだ距離感がつかめてないですね。その対人でやる時のどこまで踏み込んで、どの角度で入れるとか、どの距離感で入れるとか。なんかサンドバッグだと別にビタビタにくっつけるじゃないですか、遠くからも打てるじゃないですか、反撃してこないんで。だからまだそのサンドバッグとかミッドで打ってる感覚と、そのなんて言うんだろう、対人マススパーとかスパーリングでやるときに、それが距離が全然変わるんですよ。その怖さがあるから、怖さっていうか、うん、もう打たれる牌ですからね。おいセフィラ、おはよう。おはよう。俺今から寝るよ。もうロードワークが終わってきた。うん、でもまだまだこれからだな。どん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 鍛えていかないと。あ、メガホンありがとうね、いつも。ありがとう、セフィラ。嬉しいよ、そうやって。毎回投げてくれんの。ありがとうね、気使ってくれて。ペコペコランド、おはよう。今日は休みで、家事終わってコーヒータイム。いいね。いいね、いいね。休日楽しんでるね。エンジョイしてるね。まだ試合まで半年。ちょっと長いけど時間が足りないかな。だけど、なんか今回そのビッグワンが映画のタイトルだよ。サラさんビッグワンが映画のタイトルで、監督がマイケル・ムーアのビッグワンっていう映画ね。で、俺がおすすめなのはマイケル・ムーアのビッグワンもおすすめだけど、キャピタリズムがおすすめです。資本主義って意味です、キャピタリズム。うん、もしよかったら見てみて。キャピタリズムすごい面白い。資本主義、要はお金のことを、要はゴールドマンサックスとかの、あの、なんだっけ、リーマンショックを扱ったテーマの映画です。ペコペコランドもありがとう、アイテムありがとう。そう、マイケル・ムーア監督ね。半年は長いけどね、今回ね、その、なんつうんだろう。長いんだけど、半年後に何を見せられるか勝負だと思ってるかな。うん、半年後に、その、要は、俺のフォロワーさんだって定期的に見れるじゃん。その、スパーリングとかさ、こう、コラボとかあったり、動画とか追っかけるじゃん。でも、俺のことチェックしてなくて、どうせワードはまたヘッポコだろって思ってる人が、えって言わせたい。あれみたいな。あれ、前回負けたやつだよな、あいつ、みたいな。動き違くねみたいな、驚きを与えたいんだよね。そう。だから、できるところまで強くなりたい。スタヤになかったビッグワン。あー、もう古い映画だからな。うん、スタヤになかったか。マイケル・ムーア、俺スタヤにあったけどな。今ね、もう DVD とかビデオとか古いのどんどん、もうっていうか、もうレンタルビデオも小さくなってるんだよね。
探してみて、めちゃくちゃ面白いから、もうしよ、キャピタリズム、マイケル・ムーア。もしね、普通の映画でおすすめだったら、バタフライエフェクトとかはすごい面白いよ。バタフライエフェクト、トレーニングデイ。俺は男の人におすすめするんだったらね、ザ・ダイバーっていうすごいいい映画があるから、ザ・ダイバーとか告発とかもいいですね。まあ、バタフライエフェクトは外れないから、ワンね、バタフライエフェクトのワン見るのはすごいおすすめ。バタフライ効果っていうんだっけな、なんかそう、科学の用語かなんかで、蝶々の羽ばたきがこういずれそのハリケーンを生むみたいな、生むんじゃないかっていう、その因果関係の効果、すごい些細なことが未来大きく変えるみたいな意味合いで使われる、多分バタフライ効果だっけな、確かそんな用語があって、蝶々の羽ばたきが竜巻を生むみたいな、それをテーマに、そのなんて言うんだろう、映画が作られてるんだけど、まあそういう小難しい話は一切出てこなくて、SF っぽい感じで楽しめる。ね、ジャンルがね、なんて言ったらいいか分かんないぐらいね、いろんなものが凝縮されてて、すごい面白いよ。試合まで長いよな。映画見てないな最近。見たい映画溜まってきたよ。わお、そうそう、花火ありがとう、いつもありがとう。ロードワークから帰ってきて、一旦寝て、今日夜ジム行く。で、みんないいねって言って、間違いないって。みんないいやつだよって、全然違うよって。もう叩いたらわかるよって。早く叩きたいでしょって。みんないいねって。ドルさんもいいねって言ってた。うん。すげえよ、めっためたにしてくるよ。叩く前にシャメ取ろう。バコン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 。本画はね全然違う。もうね、いろんなグローブも見てきたから分かるんだけど、作りがもう、しかもこれハンドメイドなんだね。よく見たらハンドメイドって書いてあって、手作りで作ってるらしくて、すごい細かいの作りが。そのこういうところとかにもクッションが太く入ってたりとか、ワイヤーなのかな、クッション固めのクッションが入ってるとか、ここに綿が詰まってるなんてないもん。このね、入れた時のこう肉球みたいな感じでここが安定してたりとか、あとね、ここにもね、硬い綿が詰まってて、手首がこう、こっち側に返らないようになってて、まっすぐストレート打てるようにできてる。すごいこれ。めちゃくちゃいいグローブだよ。でもね、実はね、その、なんかドレさんが縦の膝のクッションを使えるようになれっていうのは、俺も同じ課題だと思ってて、前回見た時に。で、実はその縦の膝を使えるようになって、左ボディとか左のボディアッパーとか、いろんなこう、なんつうんだろう、こういう動きができるようになると、何がその先待ってるかっていうと、不思議なことで、あ、もう諦めるわって言ったデンプシーロールが待ってるんだよね。うん、あー、結構硬いよね。うん。最初は硬くて、だんだん柔らかくなってくるんだけど、こう、それは使い込んでいかないと柔らかくなんなくて、2年も3年も。もうジムとかになるとね、もうこの辺がね、もう白く綿っつうか、その皮が剥げちゃってて、ボロボロになってる。もう使い込んだ、10年使い込んでんじゃねえかみたいな。もうそこまでね、使い込みたいよね。ここは毛羽立ってるっていうか。うん、オイルでちゃんとメンテしながら大事に使うね。一生ものだよこれは。
一応ね、ステコロは今回最後にしようと思ってるんだけど、ボクシングは続けようと思ってるから、2年間は続ける。硬いよね、握れないんだよね、なかなか。ってことはあれだな、そうそう、あれでしょ、こう手通したでしょ。すげえ硬かったでしょ、最初。もうでも、昨日、一昨日からずっとこうやって配信中に握って、だいぶ柔らかくなってきたよ。そう。そうそう、手入れた？硬かったでしょ。でも意外とね、16でもね、倒せるよ、本当に。俺はいけると思ってる。16でずっとジムで練習してるから、16でも倒すイメージでね、本気で打ち込んでるから。そう、関係ないよ。うんこ入れた？マジで。いい匂い。右だけ一回通した。お、いいね、縁起いいね。こっち？うん。じゃあ右で倒そう、相手は。よっしゃ。楽しみだな。早く試合がしたいっていうのと、時間がないっていうのと。でもね、不思議だね。なんかこう、ワクワクしてきたんだよね。だんだん。前はね、怖さしかなかったの。怖さもすごいあるし、やっぱりね、のんちゃんにうなされてたよ、昨日とか、昨日もまたなんかうなされてたとか、ね、言われるんだけど、それでもね、前回と違うのはね、前回恐怖100ぐらいだったんだけど、恐怖半分、楽しみ半分になってるんだよね。頑張る頑張る。絶対見てよ、ベコボコランド。絶対見てよ。うん。なんかね、こう、早く、捨て頃の新木場ファーストリングにもう一回立つっていう。うん。負けないよっていう。勝つイメージっていうのがだんだんできてきたね。もしその理想とするファイトスタイルを作れたら勝てる、うん、今もう頭の中にあるんだよ。いや、ただマイク・タイソンなだけなんだけど。ただのマイク・タイソンなんだけど、うん、マイク・タイソンにどこまで近づけるか勝負だから、俺の中では。でもね、ちょっとね、嬉しかったのが、原田さんの枠見たらね、うちのリスナーじゃなくて、笑ってくれてたの。デンプシーロールとか言って、それがちょっと嬉しかった。ほら、うちのリスナーはさ、デンプシーロールやるとか、ピーカブースタイルとか言ってるから、用語覚えてるから、あれじゃん。だけど、なんか誰かのリスナーが、ワド、ピーカブーなのとか、デンプシーロールとか言って笑ってて、ちょっとそれがね、嬉しいなとか思って。いや、いいんだよ、いいんだよ。来れる人が来て、来れる人が。うん。いろんな事情があるから。そのためのインターネット生放送だからさ。うん。マイク・タイソン初めから強かったんですか？マイク・タイソンはどれくらい強かったかっていうと、刑務所にいたの。ボッコボコの、もう喧嘩屋で不良で、もう超強くて。で、16歳の時に、刑務所に、すごい有名なトレーナーが会いに来るの。要は、噂を聞いたと。ブルックリンで最強に強い奴がいると。で、ボクシングやろうっつって、それで、そのボクシングを16歳の時に始めるのかな。いや、だから、初めから強かったっていうか、化け物みたいなパンチ力を持ってたの、もともと。で、噂を聞きつけた超有名なトレーナーがスカウトに来るの。で、そっからもう、ファイトスタイルが作り上げられていく。だから、まあ、強いっていうか、でもね、練習だよ。もうとんでもない動きだもん。まあ、強いっちゃ強いけど、練習量も世界一だったと思う。もう、見ててわかる。シフトウェイト、氷の上でね、ダンスをしてるみたいなね、キュッ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 って、すごい速いのパンチがスパン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 ってやるんだけど、それが腰がちゃんと回転して、足の動きがキュッ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 動いてるのよ。要はね、真似することはできるの、手とかで。練習したら素人でっぽく見せるみたいな。でもタイソンってお尻と太ももを見てたらわかるんだけど、
腕とか上半身の筋肉がこんな発達してるからこっちに目取られるんだけど、実はねお尻と太ももがとんでもなく発達してて、それを使いこなしてるんだよね。もう前段フルスイングができるのあれ。カレンさんね、マイク・タイソンの試合見るとき、お尻と太もも見てみて、足の動きがとんでもないの。芸術っていうかね、もうね、すごいよ。あれが理想だよね。コンパクトで、その、上体をこう振ることっていうのは誰でもできるんだけど、その腰の切り方ができてるから、そのグーってかがむんだよね。グーって。すごいかっこいい。あんなんされたらね勝てないよあんなことされたら勝てない。要はアウトボクサーが一番嫌がることやってくるんだよね。背が低くてガードをガッチガチに固めて頭を動かして突進してくんだよ。で当たったらもうフック一発でも当たったら KO パンチなんか攻防一体っていうか、パンチは避けられる、頭は振って、いやもうすごいよマイク・タイソンはね。タモジさんね、もうただの化け物、モンスターですよ。もう一日何時間練習してんだこの人みたいな、とんでもないっす。だから世界一の才能と世界一のトレーニングが合わさって世界最高のチャンピオンなんだろうね。あのね、初めの一歩のスタイルってね、実はね、あのよく見ると分かるんだけど、タイソンってほんとキュッ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 ってこう動くの、キュッ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 って動くのね。でもね、一歩ってね、実はねこういうウィービングなんだよね。だから柔らかいの、ちょっとこう、俺の中のイメージよ。その一歩の動きって饅頭を描くとか言ったりとか、そのこういう動きなんだよ。こう、わかる？デンプシーに入る時の動きって。でもね、タイソンはねこういう動きなの、こう、うん。だからねちょっと違うんだよ、柔らかいんだよね一歩の方が、うん。そう、まあ一歩のモデルはタイソンだよね、うん。ただなんかその描写の中で見てみるとね、一歩の方がこう柔らかいねまあ後半体操のスタイルになるのかどうかは分かんないけど、うん。運動音痴の俺がこんなにスポーツを熱く語るとは思わなかったよね、うん。バガありがとう、カメさんありがとう。何がそのびっくりしてるかっていうと、筋力じゃないっていうか瞬発力みたいなものが一番大事なんだなっていうのがだんだん分かってきた。ボクサーってひょろっとしてたりするじゃん見た目。うん、頑張るよ、買い物行ってらっしゃい。俺もう5分で終わっちゃうけど、またねペコポコランド。あのね、なんつうんだろう、リズム感とそのなんつうんだろう、反射神経っていうか、なんつうんだろう、脱力なのかな、それが俺にないからな。こうね、上手い人ってびっくりするぐらいのスピードっていうかね、そのプロ、元プロの動き見るともうおじさんなんだよ。でボクサーみたいにガリガリに絞ってるわけじゃなくて、ちょっとムチッとした、もっとした総合格闘家、モリッとしてるっていうかみたいな体なんだけど、実際どうやってサンドバッグ叩けばいいですかって教わると、お、見ててスパーンみたいな、パン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 みたいな、こうだよっつって、パン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 みたいな、何これみたいな、ごめんなさいもっとゆっくりやってくださいみたいな全然見えないですみたいな、すごいのよプロボクサーって。おパンパンみたいな、パン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 みたいな、何これみたいな , 笑うよ本当に、プロの動きって。
で音が違うのもなんか普通の人たちバンバンとか、もう人のバセンとかドンとかなんだけど、なんかねこうゾンゾンみたいな、なんか変な音がするんだよね。なんでこんなサンドバッグの音出んだみたいな。笑う本当に。あ、これはプロだわみたいな。意味がわかんないみたいな。早くジム行きたいな。あー、もうそろそろ寝ないと、うん、じゃあ寝ようか。じゃあ皆さんお疲れ様です。僕は寝てジムに行きます。お疲れ、また夜会いましょう。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。